育休 .com の弘中です。今回のテーマは産休と育休です。育休制度は複雑になっておりますので、まず用語の理解が重要になってきます。産休と育休について言葉の意味を理解しましょう。まず産休とは子供が生まれる前後の休業になります。出産予定日の6週間前から出産後の8週間が対象で、現状女性のみが対象となっております。それに対して育休とは子供が生まれて原則1歳になるまでに取得できる休業制度となっております。条件によっては延長も可能です。これは各家庭の条件によって異なりますが、原則は子供が生まれてから1年間ということになっております。育休に関しては対象は女性でも男性でも変わりません。育休 .com では改正育休法に対応するために研修の実施、相談窓口などのサポートをしております。独自の育休メソッドの導入により会社を子育てカンパニーにしていきましょう。お気軽に概要欄からお問い合わせください。